皆さんこんばんは、りさです。以前にダイソーでの購入品っていう動画を上げたかと思うんですけど、その時に買ったもので今日は DIY をしていこうと思います。今日作っていくのがパレットです。はい、結構ねポーチの中とかもいろいろ入れてるとぐちゃぐちゃになっちゃいますよね。お気に入りのものをいろいろまとめて一つのパレットにしたいと思います。カードケース40枚入りステンレス名刺入れの厚型になります。でこちらのサイズは内側が 9.2×5.8cm ということになってますね。はい、でこの2つの違いはケースがこう反射で分かると思うんですけど、こっちはツヤあり、こっちはツヤなしということになってます。結構傷ついたりねすることを考えた時にツヤなしタイプの方が目立ちにくいのかなと思うので、今回はこちらのツヤなしタイプを使っていきたいと思います。開けるとこんな感じですね。厚みが結構あるのでシャドウとかもバッチリ入っちゃいそうな感じがします。もう一個は便利そうだったこちらですね、マグネットテープです。太さが違うものになってるんですけど、こちらを使ってやっていこうと思います。よく使うアイシャドウがこちらのマジョマジョで結構減ってきてたりするので、こういうのとか使っていこうかなと思います。このケースはあれだね、裏に穴が開いてないタイプかな。これは残念ながら裏に穴が開いてないタイプなんですけど、穴が開いてるやつだとボールペンとかで後ろ押してあげるとこの中のが出るので、無印のチークとかだったら裏に穴あるんじゃないかな。あ、ありましたね。チークカラー3色タイプのローズのやつなんですけど、これのね裏のシール簡単に剥がせるんで、剥がしたらのりがついてるんですけど、こことここに穴があるの分かりますかね。こんな感じなので、なんかとんがったやつで裏から押してあげてまず出したいと思います。お、すごく簡単に取り出せました。ちょっとこののりは取っちゃいます。でやっぱりパレットじゃなくて元のこっちのタイプがいいなって時には、簡単にこれだと戻せるタイプなので、ケースね取っておきたいって人は取っておいてもいいかなと思います。そしたらこの裏側に先ほどのマグネットをつけていきたいと思います。3センチのものと2センチのもの買ったんですけど、これだったら2センチのもので良さそうなので開けていきます。こんな感じですね。長さに合わせて切ります。ちょっとちっちゃいぐらい、ハサミで簡単に切れてこんな感じになりました。両面テープを剥がして貼ります。丸になってたので浮きやすいので、しっかり机とかでグッグッて押して平らにしてあげます。しっかりつきました。はい、このサイズに入るぐらいで自分が入れたいなって思うものをやっていきたいと思います。ちなみにマジョマジョはやっぱり穴がなかったっぽいんで、出せるかな、隙間があったんで意外と簡単に出せました。うん、こっちも簡単に出せました。ケースの外側に穴はないけど、なぜかシャドウの方の裏には丸が開いてるという、何なんだろうね、構造上の理由なのかな、よくわかんないけど、まあこれちょっと細めなので合わせて切っていきたいと思います。クリームタイプのハイライトとかも入れてみようと思います。大抵は裏のシールをめくると穴が出現するかと思います。こんな感じで裏は全部磁石つけてみました。じゃあこれを早速パレットの方に入れていきたいと思います。こちらなんですけど、厚みがあるので蓋側にもつけることができます。磁石強力なんで貼り付きは動かしても全然ずれない感じです。クリームアイシャドウ、アイシャドウ、ハイライター、チーク、アイブロウみたいな感じで、こんな感じです。今のところいい感じ。ちゃんとこっち側にもつけたけど、こっち側にも入ってるけど、厚いんでちゃんと締まります。両面だと割と網羅できるんじゃないかなと思います。アイでしょ、ハイライトでしょ、チーク、アイブロウって、こう毎日使うものが決まってる人だったらここにね詰めちゃえば1個で済みますよね。旅行の時にめっちゃいいと思います。本当はこれ無印で買ったちっちゃいケースと、中も無印で買ったちっちゃいブラシで、本当はこれをここに入れようかなと思ったんですけど、これを入れちゃうと意外と入らなくなっちゃうので、まあしょうがないけど、これは別持ちとかするのがいいのかなと思います。もう1個ぐらいちっちゃいケースがあって、ここにピッて入ってくれるとベストだったんですけど、まあでも洗ってこういうのとかチップとか、まあこれでもいい人はいいし、気にする人だったらこうやってケースに入れて他に別持ちしたらいいかなと思います。こんな感じでベースとファンデーション、あとアイライナー、マスカラがあればいいので、ポーチもすごく汚いな、
ちゃんと開けてもずれないでいてくれるのもいいとこですよね。パレットの方完成しました。すごい簡単だった。10分もあれば余裕でできるかなっていう感じですね。毎日使うもの決まってるんだよねとか、ポーチがどうしてもごちゃごちゃしちゃうとか、あと旅行に行く時に持っていきたいとかっていう人におすすめかなと思います。パレットってこういろんなコスメのブランドから出てたりすると思うんですけど、中でも絶対使わない色だったり、このパレットの中にリップ&チークってあっても使わないんだよねとか結構あると思うんですけど、これだったら絶対自分が使うものっていうのをまとめて、要は自分のちっちゃいベスコスのパレットみたいな感じになるので、すごくいいかなと思います。旅行にぴったりですね。今度の旅行の時これで持っていこうと思います。で、もちろんこれマグネットで両面テープでつけてるだけなんで、元に戻すのも簡単ですよね。さっきのマグネットだけ剥がしてケースこっちに入れとけば、最近あんまり使わなくなっちゃったからこっちじゃなくてケースに戻してしまっとこうで新しいの入れようとかっていうのもできるかなと思うのでいいかなと思います。こうすることでポーチの中の整理がかなりできるので、あんまり手荷物多くない方がいいなとか、今日カバンちっちゃいので行きたいとか、そういう時とかにもめちゃくちゃ良さそうですよね。いつもこれ本当にしまんないぐらい入ってるんですけど、これでフルメイクできるぐらい入ってるのでいいなと思いました。これが1つ目の100均 DIY です。で、2つ目ですね、こちらを使っていきます。フック付きの洗濯バサミ、巻き寿司作る時に使うやつですね。体操着とかの中に入ってる紐です。これを使ってメイクブラシを入れるもの兼洗ったブラシを干すものを作っていきたいと思います。で、開けるとこんな感じになってるんですけど、この隙間に紐ゴムを通したいと思います。こんな感じですね。はい、ちょっと切り込み入れて間に通して通しちゃいます。そうするとこんな感じです。よく使うブラシのサイズに合わせて、ちょっと逆さにしても大丈夫なように干せるようにきつめにして、印とかつけて切り込みを入れます。切り込みをまた入れて通してあげるとこんな感じで、はい、できます。これを繰り返す感じですね。切り込みまで入れたら1個通したとこの手前のところから戻ってこの穴に通すのを繰り返します。はい、やっと最後まで来ました。そしたら同じようにここも最後切り込みを入れてくるっとするとこんな感じですね。はい、ブラシが全部入りました。こんな感じですね。はい、という感じで完成形がこれになります。最後ここまたくるっとさせてピヨーンってしときます。で、このピヨーンってした紐があることが重要なんですね。なので長めに切っといた方がいいと思います。で、こちらくる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 として、このゴムもくるくるってして、ここでペッと出してあげるとこれでブラシケース完成です。すごい純和風な感じのねやつができましたね。はい、ここから出ないようにしてぐるっとくるんであげるとブラシケースになって、干すときはここでさっきの洗濯バサミが出てきます。フックタイプの洗濯バサミ売ってるんで、ただの洗濯バサミじゃなくて、このフックタイプがいいところはこんな感じでブラシ入っておりましたが、こう挟みます。それでこうやって物干し竿とかペッて干したらブラシ干しの完成になります。はい、今まで私一個一個輪ゴムつけてこういう普通のお洗濯挟むやつ、いっぱいバーってついてるやつにつけてきたんですけど、結構手間だし最初干すのも大変だし取り込むのも大変だったので、一回これ作っちゃえばピッてやってね干せるので楽かなと思います。ブラシね干すときはこの向きなので、逆でこうしちゃうと柄の方にね水がいっちゃって寿命が短くなったりブラシ悪くなっちゃったり毛抜けちゃったりするらしいので、干すときはこっち向きになります。ちゃんと設計してあるので立つこともできます。自立します。なのでこうやって置いて干すこともできるし、今こうやって洗濯バサミをつけて干すこともできます。
一回紐に穴を開けてくるっと通してっていうのをやるのめんどくさいよって思うと思うんですけど、多分ね、私の予想によると、ただこう波打たせてゴム紐通して最後終わりっていうするだけだと結構ギュッてなっちゃうか、緩くてストンって落ちちゃうと思うので、そのね、くるってさせる一手間が大事です。まあでも欲を言えばグルーガンとか持ってたらそれで止めてやった方が多分綺麗だし早くできるかなと思います。持ってる人はね、そっちでやっていいんじゃないかなと思いますが、今回の DIY ではそういう専門的な DIY のものを使わないで本当にできるっていうのをちょっと目指したやつだったんで、そういう風にしてみました。誰でもね、グルーガン持ってるってわけじゃないと思うので、しかも買っても今後使わないよって人もいるかと思ったので、そういうのがなくても作れるように作りたかったので、まあそんな感じで作ってみました。グルーガンある人はそっちの方が絶対楽なので、そっちでやってみてください。はい、というわけで今回は100均のアイテムを使って2種類の DIY を紹介していきました。今ね、夏休みだと思うんですよ。お子様方は自由研究とかでやってもらってもいいんじゃないかなと思います。火とかもね、使わないし危なくないので、お母さんがスーパーに行ってる間にお子たちはしっかり自由研究ね、やっておきましょう。もう8月もね、入りますからね。はい、皆さんもね、残しておくとろくなことにならないので、しっかり早めにやるように。はい、というわけで今回はそんな動画でした。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。